続いてヨナハカンパニーヨナハ様よりご講演をいただきますヨナハカンパニー様は主に中国台湾香港などへ輸出されており特に現地の事業者とコラボレーションした新商品の開発プロモーションなど輸出拡大も促進されておりますそれではよろしくお願いいたしますはい、ヨナハカンパニーのヨナハですよろしくお願いいたします はい、私どもの新しい輸出の形として、海外企業とのコラボ,コラボ事例を通してということで、ちょっとお話をさせていただきます。はいえー、と私どもあのヨノハカンパニーの事業概要としましては、ですねあの沖縄の健康、長寿のイメージを生かして、健康思向層向けに、けにですね飲料、加工、原料をまあ輸出をしております。 えっと今、主にあのアジア圏ですね、えー、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、あとあのオーストラリア、えー、そして今、アメリカの方も始まって、えー、輸出の方が始まっております。あの健康面の阻給、えー、効果、効能等をです、ね、訴求しながら、加工品の原料、果汁等をですね、今、販路拡大に努めております。はい。 えっとこれまでですね挑戦してきたあの輸出の方法を皆さんもいろいろやってきたかと思いますけども、まあ、我々もあの同じくですね現地スーパーマーケットなどでの,あの反則、えっと、定番化へ向けてですね営業活動をやってまいりました、えー、その時にですね、あのー、まあ現地のまあバイヤーさんだったりとかあとはそのまあ消費者の皆様が、えー、まずこう 商品を見て味がわからない、まあ、味のイメージができないでどうやって食べたらいいのかっていうのが食べ方がわからないとかあとデザイン的にちょっとこうまあその地域に合わないんじゃないかとあと日本ほどブランドがない,でないのでよくわからないといったあの課題がございましたでそこであの我々の方で、えー、商品を作ってそのまま輸出をするのではなくてまて、あ、原料として提供し 現地の仕様に合わせた商品を作ってもらうということで今までプロダクトアウトでやってきたことをあの、まあ、マーケットインという発想で,です、ね、提供してみたらどうかということでトライしてみました、はい、そしたらですねあの、まあ、こちらの方はあはオーストラリアの、まあ、メルボルンの方でシークワサービールそしてあのハードセルサーシークワサーセルサーですね の方を、まあ、商品化にこぎつけました、はいえー、と商品のお、まあ、採用の経緯としましてまずあの背景がですね、まあ、現地クラフトビールメーカーの、えー、テンプルブルーイングというところが、まあ、新しい味のビール開発をまあ検討してたということもあり当時あのオーストラリアの方では、えー、と日本のゆずですね、まあ、その方を結構プロモーションをかけてまして でそこの日本食バーのオーナーからですね、まあ、ご紹介をもらったということがまずあるんですけどもで我々もその中で海外向けにあの営業活動をいろいろしてた中でその出会いがありましてそして、えーまあ、あのシジコワさんの、ね、商品を提案したところ、まあ、どの柑橘にもない風味とまたあの沖縄というあの土地が持つ長寿、まあ、健康 リゾートというコンセプトがですね。まあ、マッチしまして商品化にこぎつけました。えっと今ではですね。あのまあ、このテンプルブルーイングさんにも。でもあの主力商品となってまあ、オーストラリアのビクトリア州内のま40店舗以上の主案店等ですね。今ではあのまあ、主要として販売をしております。 で今後、ですね、まあ、のオーストラリア全土販売に向けて、えー、現地のディストロビューターとの協議中ということで報告を受けています。今、のシーコアさんの原料としましては、毎回500キロのです、ね、ベースを出荷しております、はいえー。続いてですね、こちらのイギリスの方です。 これもシークワーサーの方を輸出をしております。こちらはシークワーサー果汁入りのクラフトジンです。でこちらの採用経緯としましてオーストラリアの事例の方からもですね分かりますように我々もアルコールとですねそういうのに相性がいいだろうということで。 えーまあ、アルコールメーカーだったり、まあ、現地のです、ね、クラフトメーカー、まあ、独自の味を追求しているというようなところにです、ね、向けて、えーまあ、200社程度、まあ、メール等です、ねまあ、電話、営業等を開始しました、まあ、そのうちのです、ね、一社で、えーまあ、カンタベリーブル,ブルワーズというところが興味を持っていただいて、えーまあ、商品化までこぎつけたということであります。 あのジンにです、ね、シークワーサーを加え、まあ、5週間寝かして香りをつける、まあ、同社商品群で,です、ね、あの2番目の人気に成長までした、えー、商品です、えー、と続きまして香港の,の方ですねこちらはあ沖縄国糖入りスイーツ豆腐 えーまあ、こちら香港ネスレさんの方で、えー、発売をしたものでです、まああのー、香港ではまあポピュラーみたいですがあの日本でいうとあのプリンみたいなあスイーツの方ですねになります。あの我々今まであの香港の方でもいろいろとあの入れさせていただいたりだとか、まあ、今も引き続き提案等をしておりますけども課題としまして、あのー、まあ あの今まであの日本の黒糖以外のですねえまあ黒糖まあパウダーの方を中心にいろんなまあ安いものが入ってたりだとかあのしてたんですけどもまあいろいろとあの棚買いのペースも早いためなかなかまあ定番化まではこぎつけてなかったということがあのございましたまあ取り組みとしてましては沖縄,のあの沖縄産の黒糖というですねあのブランドをどんどんこうえ当てながらですね あの付加価値をつけていこうということでご紹介したところですねまああの今回の,この商,品に商品化になったということでえまあ香港のパートナーさんを通じてまあえまあ香港のニュースレーサーに入ったんですけどもまあ出来上がった商品にもですねまああの沖縄のブランドというのが付いてまあ付加価値がついたんじゃないかなというふうに思っております。 えまあ原料である黒糖については、今、毎回5トンほどあの提供して、香港内スーパーでもですね約1000店舗でえ販売をしているというふうに聞いております、はい、え続きまして、IT を使った販売チャンネルのアイデアということで、こちらのヤップンというあの日本という意味なんですけれども。 まあそのサイト内、B2C ですね、内の,あの沖縄長寿百貨店というところと、あとオリオンポート、これは B2B 向けのサイトでですね、取り組みをしております。あと、ヤップの事例ということで、あのまあ沖縄の商品、まあ、その以外、日本のですね、 商品をあの、まあ、掲載をしてるんですけども今までとはちょっと違うあのどのようにですねその商品が作られて、まあ、生産者様がどのようなこだわりでですね作っているかっていうのをちょっと商品の背景等をですね、まあ、あの PR というか見せることで、えーまあ、さらに一歩踏み込んだあの商品の提案をすることでですねまた一般的な食品 日本食ねなじみのある香港市場へですね提案をしたということであります。あとあの沖,縄沖縄長寿百貨店、えーとまあ、こちらのヤップン内のです、ね、コーナーでですね沖縄長寿百貨店というのが今月とオープンする予定です。 あとのオリオンポートと言いまして、これ、日本の生産者と,あと海外の顧客をです、ね、あのまあマッチングさせるプラットフォーム型のウェブサイトなんですけれども、日本職員を輸出しないけど輸出の方法がわからないで、海外の顧客については、今までもいろいろ輸入をしているんだけれども、もうちょっとこう変わったものが小ロットで欲しいというようなニーズをです、ね、マッチングさせるサイトになっております。 えここも今あの稼働を始めてですね、まあ香港そしてえっとタイとかですねで今あの輸出を始めているところです。はい、それではご清聴ありがとうございました。